ツルケマンは、キケマン族の一年層または二年層。別名、ツルキケマン。地下に、根茎はない。茎は直立せず、長く、横に張って、よく分子して広がり、先の枝や果樹は斜めに立つ。前層に毛がなく、お白いを被ったような緑色で、柔らかく、茎に量があり、長さは、約1メートルになる。葉は五生子、傭兵を持ち、長さ、 幅ともに7から12センチメートルになる三角形から、卵型で2から3回産出服用になる。醤葉は多くは産新裂し、裂片は長さ10から15ミリメートルで、長大円型から東卵型になる。夏季は8から9月。葉液から相乗過剰を出し、数個の花をまばらにつける。花に小花柄とツトがある。 花は4個の花びらで構成されており、色は単紅色で長さ15から20ミリメートルになり、一方がに唇状に開き、その反対側が長い巨となり、その先端は細くなり、少し湾曲する。虚は同族多種のものと比べ長い。小花柄の基部にそれより長いツトがあり、ツトは長さ1から1.5センチメートル。 幅5から10ミリメートルの甲卵形から卵型で、多くは全円となる。有水は6個あり、3個が2組になるに対有水となる。果実は、扁平な果てで、長さ12から15ミリメートル、幅3.5から4.5ミリメートルになる、超等卵型で、種子が数個入り、2列に並ぶ。日本では、本州の中部地方、 関東地方のほか、東北地方と北海道に分布し、山中の林内の半日影地にやや稀に生育する。世界では、シベリア東部、オホーツク海沿岸地方に分布する。絶滅危惧アイビール移族で似た種に、長身のツルケマン、別名、長身のツルキケマンがある。長身のツルケマンは、ツルケマンと比べると、花は蜜につき、色は濃い黄色で、果実の幅が細く。 果実内の種子が一列に並ぶ。ツルキマンの編集、コリドリスをチョテンシスターックス、バリエーション、ラドアナナカイトされたこともある。ありがとうございます。